B ピラーを持たないハードトップの例、ランブラーマーリンハードトップとは自動車用語の一つ、以下二つの意味を持つ。側面中央の窓柱を持たないボディスタイル。ボディスタイルとしてのハードトップ、オープンカーに装備される自動車部品。ソフトトップの対義語で金属や樹脂製の屋根を指す。自動車部品としてのハードトップ元祖ピラーレスハードトップ。 キャデラック・クーペドゥビル・ピラーレス・ハードトップの例、前後の窓をすべて下ろした、AMC アンバサダー3ボックスの形態を持つ自動車のうち、主に側面中央の窓柱を持たない形状を言う。車体デザインにスポーティさや開放感を持たせることを主な狙いとしており、固定された屋根を持つボディ形状にもかかわらず、オープンカーに脱着式の屋根を装着した時のスタイルを連想させる。 デザイン手法である。フォーケーブリラットとも呼ばれる。なお、オープンカーや一部の SUV に用意されることが多い、脱着式の屋根が元来の意味でのハードトップである。ハードトップスタイルはアメリカで1949年に登場したキャデラック・クーペドゥビルが初めて採用した。この車は一大センセーションを巻き起こした。この後、 アメリカ車では二ドアクーペ四ドアセダンともにこの手法が大流行した。前後の窓をすべて下ろした際に中央部にはピラーやサッシュが残らず大きな開口部を見せることで乗員の開放感とともに車体デザイン上の演出となっていた。この演出は現在ではメルセデス・ベンツ E クラスクーペや CL クラス、S クラスクーペ、ベントレイコンチネンタル GT やブルックランズ、 ロールスロイスレースといった一部の高級クーペが引き継いでいる。1970年代の日本車を代表するハードトップ、日産、スカイライン日本車では1965年のトヨペットコロナハードトップが初採用である。これは2ドアハードトップ車であった。その後1970年代にはトヨタクラウニア日産、セドリックのような高級車からブルーバードや カローラなどの大衆車、さらには、ダイハツフェローマックスや、ホンダ Z といった、軽自動車にまで2ドアピラーレスハードトップが、設定されるようになり、4ドアセダンでも、パーソナル需要を、おもとして高級車を中心に4ドアピラーレス、ハードトップが流行した。ただし、1970年代前半の2、ドアハードトップは、ボディ構成の確保及び、 アメリカ社から受けたデザイン上の影響により C ピラーが太く処理されており、これに伴いリアサイドウィンドウは小さくなっていた。このため B ピラーをなくしたことによる開放感の演出は希薄なものとなっていた。特に斜め後方視界の悪化は顕著であり、オイルショック以後発売された2ドアハードトップ車ではトヨタクラウン、日産、ブルーバードに代表される オペラウィンドウ付きのものが登場した。ハードトップの多様化、ピラーレス4ドアハードトップの例、トヨタカリーナ ED ピラード4ドアハードトップの例、トヨタチェイサー車体側面中央部の柱がないため、ボディ剛性や、側面衝突への安全性を十分に、確保するためには、他の部分の補強が必要となり、重量とコストの上昇は避けられない。そのため、B ピラーを残したままで、 ハードトップの印象を持たせた形態のものも登場し、日本ではトヨタがピラードハードトップと名付け、日産との差別化を図った。一方、富士重工業は窓枠を持たないドアという意味で、サッシュレスドアと表現した。日本の4ドア車で初めてサッシュレスドアを用いた車種は、1972年2月に登場したスバルレオーネである。これは B ピラーを持っており、メーカーでは、 ハードトップという表現を用いなかった。日本車初のピラーレスハードトップ4ドア社は、同年8月に追加設定された230型系、セドリック及びグロリアである。この時期は、ピラーレス、ピラード両形式のハードトップ社が、市場に出ていた。メーカーにより、傾向があり、4ドアのピラーレスハードトップは主に日産が好んで、採用したのをはじめ、トヨタでは、カリーナ ED、 コロナ部、マツダでは、ペルソナ、ユーノス300にも採用した。ピラードハードトップは、トヨタ・マツダ・ホンダ、三菱が積極的に採用した。また、トヨタとマツダは、ピラーレス、ピラード両形式のハードトップ車が存在する自動車メーカーであった。しかし、ピラーレスハードトップ車が安全面で十分な対応を、するには、前述の通り大きなコストアップが必要である。 そのため、それを避けたい、メーカーの思惑から徐々にピラードハードトップや4、ドアセダンへと移行し、1993年のローレル、カリーナ ED、コロナエキシブのフルモデルチェンジをもって、日本車における、ピラーレスハードトップ車は、完全に消滅した。ピラーレスハードトップからピラードハードトップへの移行を、行った車種は、他に、セドリック、グロリア、ブルーバードなどである。また、 ピラードハードトップ、サッシュレスドアから4度ダンへの移行を行った車種は、クレスタ、クラウン、マーク2、スカイライン、インスパイア、セイバー、レガシー B4、インプレッサーネシス、WRX などである。ただし、シーマは、ピラーレスハードトップから4度ダンへの移行を行った唯一の車種である。軽自動車では2代目ダイハツオプティが、 唯一の4ドアピラードハードトップであった。欧米でもかつて大流行したアメリカ車を含めピラーレスハードトップはほとんど見られない。オープンカーや一部の小モデルコンセプトカーを除けば現在では蒸気車種のような高級クーペに採用されるのみである。2000年代後半以降は主に差し付きのドアを中心とした車種が販売の中心となり、 ホンダでは1998年のインスパイアのフルモデルチェンジで、トヨタでは2001年のウィンダムのフルモデルチェンジで、日産は2004年のセドリック、グロリアのモデル廃止、最後は2005年のディアマンテのモデル廃止をもって、日本車における高級4ドアハードトップは完全に消滅した。スバルも伝統的にセダンとワゴンに採用し続けていたが、2000年代後半から、 ピラードハードトップの採用をやめる方針をとっており、インプレッサー、フォレスター、レガシーは窓枠付きのドアになった。また、同社では特にハードトップとは呼ばず、サッシュレスドアを採用したセダン、ワゴンとしている。なお2009年のフルモデルチェンジで、レガシー3タイプすべてがサッシ付きドアに変わったことにより、コンセプトカーなどを除いて、 2020年現在の日本車に4ドアハードトップの車種はない。4ドアクーペであるメルセデスベンツ CLS クラス一時期、クーペ以外にはサッシュ列車はなくなっていたが、2004年にメルセデスベンツ CLS クラスが発売されたことにより、4ドアクーペという新カテゴリーが誕生し、これを皮切りにメルセデスベンツ CLA クラス、シトロエン c 6アウディエ5、アウディエ7、 BMW もシリーズグランツーリスも、BMW6 シリーズグランクーペ、BMW3 シリーズグランツーリスも、BMW4 シリーズグランクーペ、マセラティギブリと、欧州車では4ドア5ドアのサッシュレス車が増えつつある。現在販売されているものでは、高い機密性とドア閉まりの確実性を両立するため、パワーウィンドウを利用して、ドア開閉時にドアウィンドウをわずかに上下させる制御を、 行っている。4ドア車においてのサッシュレースドアは、サイドウィンドウが小さめになることから、特に鉱石ドアの開口部が狭くなり、乗降性に監視デメリットがある。そのため、スタイル優先の設計である場合は良いが、キャビンを広く設計したい場合はメリットを持たないという点がある。その他、以下のような特徴がある。脱着式ハードトップの例、布製のホロを持つオープンカーに、 専用のハードトップを装着。ポルシェ911ターボかぶり折れ、電動格納ハードトップの例、ルノーメガヌグラスルーフかぶり折れ硬い材質でできた自動車の屋根のこと。実際的には、オープンカーの屋根構造において、ソフト,トップと対照的に使われる。オープンカーの装備として、脱着式のハードトップ。 いわゆるデタッチャブルハードトップの場合、アルミや FRP など、比較的軽い素材で作られていることが多い。本来装備されていることの多いソフトトップに比べ、ハードトップの着脱作業は煩雑であるが、耐候性と耐久性では大きく勝り、室内の快適性とクッペ風のスタイルも得られる。以前はホロ型が基本であったジープタイプの四輪駆動車では、メタルトップや FRP トップという故障が使われることも多い。いずれも寸法や重量があり、またメタルトップは複数のパネルで構成されているため頻繁に着脱する類のものではなく、あくまでも外すことも可能なハードトップである。また、その後のクロスカントリーカーや SUV にもメタルトップと呼ばれるものがあるが、これらはモノコックに準じた車体構造であり、 屋根を分離することはできない。車両そのものに電動格納式ハードトップを組み込み、自動的、機械的に屋根を開閉できるオープンカーもあり、クーペカブリオレと呼ばれる。日本ではこのような車種の屋根構造を指して、ハードトップの代わりにメタルトップという表現が使われることがある。ありがとうございます。